よ。チャートは見たことある。初心者のうちに勉強しておくといいよ。そして同意しする時には確認してね。だってこの銘柄いいと思っても再暴落していたら困るでしょ。今クラウドファンディングで募集中の本業なのための初めて学ぶ株式投資と高校生大学生のための初めて学ぶ株式投資では、キャプタチャートの基本的な見方